をつけろ。何か来るぞ。お前は、ここからはサスケ君一人で行ってください。イタチさんからの命令でしてね。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。いいだろう。正体で動いていたのはもともと1対1に邪魔が入らないようにするためだったからな。お前たちはここで待っている。さて、星垣キサメ、そして大東サメ派だから。ほう、なぜそれを。忘れたか、ホオズキ満月の弟、ホオズキ水月だよ。おお、大きくなりましたね、水月。ここでただサスケの帰りを待つのはなんだから、暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな。お兄さんと違いやんちゃですね。少し削ってあげましょう。ああ、お仲間も参加されるようならどうぞご自由に。うずうずして仕方ないよ。さっさと始めようか、キサメ先輩。サメ先輩、おお、これは思ったよりやるようですね。あんたの持つ大刀サメ肌、この僕がもらい受けるよ。私のサメ肌をね。残念ですが、それにはまだ力不足です。なんだと。私はまだまだ本気を出していませんからね。へえ、だったら本気出してもらおうじゃない。そうしてあげたいのは山々ですが、あいにく上からの命令で止められていましてね。上だと。いずれあなたたちにも教えてあげないといけませんね。どういうことだ。